本国民女神林濑遥传出将在年底闪婚，对象竟然是最近因初恋人气再度爆棚的男神佐藤健。OMG！ 虽然男女粉丝都心碎，但这对意外的很搭。其实每年到年底，日本就会有艺人宣布结婚的好消息，媒体就在猜到底会是谁，结果竟然是林濑遥。而且男方已经不是原本外传的韩星鲁明宇，竟然是已经多次合作过的佐藤健。据日媒报道，林濑遥跟佐藤健曾传出过地下情，但却都没有被拍到证实过。不过消息曝光后，日本的粉丝都非常看好这对金童玉女，觉得这个组合真的是太完美了。店长，スマホを出していただけますか？え？ああ、俺浮気とかしてないっすよ。まあそんなに不安っすか俺のことは。ええ、不安しかありません。言ったじゃないっすか。大会社の社長になっても、俺は宮本さん捨てた。できました。いつでも一緒。いつでも一緒。